レックスは、イギリスにその起源を有する猫の一品種。イングランドのデボン州で発見された突然変異の猫の個体から発生した、この猫種は、その気質と縮れ毛という特色から、犬種のプードルにちなむ、プードルキャットという意匠を有してもいる。文献一一佇む、オスのデボンレックスデボンレックスの歴史は、1960年のある日にイングランドの南西部に位置する。 デボン州の地の古鉱山の付近で、ベリルコックスという名の女性が縮れ毛を持つ一匹のオス猫を発見したことに始まる。文献11デボンレックスの源流の地、1960年代のデボン州、バックファストリー、文献に一時元のメス猫と交配させられることになったその猫は、やがてそのメス猫との間に複数の子を設けたが、そうして生まれた子供らの中に、 一匹だけ縮れ毛を持った子猫が混ざっていた。その子猫はカーリーと名付けられた。文献11ベリルコックスとその夫はオス猫であったそのカーリーと複数の1950年にコーンウォール州にて誕生したコーニッシュレックス文献31のメスとの後輩を試みた。カーリーと同様に巻毛を特徴とするコーニッシュレックスとの後輩であったが、 そこから生まれてきた子猫らは、皆が直毛を持っていた。文献11カーリーの持つ、巻毛の遺伝子が、コーニッシュレックスのそれとは、別種の突然変異体であるということが、そうして、示された後に、様々な猫種との異種交配を経て、コーニッシュレックスと別個の一猫種としての、デボンレックスが、その、文献11それからしばらくを経ても来た、アメリカでは、 コーニッシュリックスと同種のものとみなされていたが、1979年になると、ついに、キャット・ファンシアーズ・アソシエーションによって、米国の地でもデボンレックスが認められたのであった。文献いちいち印象的な目に、際立って大きな耳、そして何よりもその縮れた紐を特徴とするデボンレックスは、プードルキャットという衣装を持ち、その風貌は小さな妖精のようななどと表現されている。 文献11でボンレックスの白猫強度の縮れを、有するコーニッシュレックスのそれとは違って、その紐は細やかに波打っており、その歴史を通して、多様な品種群との意思交配を経てきたことから、あらゆる色と模様の個体が存在している。文献11基本的には、短毛種。文献2にところが、特に1960年代に行われたペルシャを、含む、 様々な猫種との交配の結果として、デボンレックスには、長毛の個体が誕生することがある。文献一一遺伝性の経攣発差を起こすことがある。それは、黎明の頃に行われていた、近親交配にちなむものである。カーリーの親らが互いに近縁関係にあったことは、確実であり、デボンレックスの作出と定着のためにはそうした、同系交配が不可欠であった。 文献11その気質上の傾向については、プードルキャットなる衣装の背景となった慌ただしさ、文献11に加えて、道溢れる冒険心と好奇心などといったものが指摘されている。その鳴き声は静かで、気分の良い時はしきりに喉を鳴らす。文献22、ありがとうございます。